皆さんこんにちは。西沖の魅力をユーストリームを通して世界に発信していく第2回、魅力再発見、これが日本の西尾です。愛知県西尾市から、いろんな情報をお届けしていくんですけれども、ユーストリームからぜひ皆さんに、西尾という街の良さをいろんな形で知っていただきたいというのがこの番組のテーマになります。そして秋ということで、食欲ですとかスポーツですとかいろんな秋があると思うんですが、今日は読書の秋、そう、本をテーマにお届けしていきます。この西尾市というのは本の街でもあるんですね。で、そのゆえんといいますのは、岩瀬文庫というとても歴史上貴重な本のいわゆる博物館があるものですから、そこを中心にして本の街というふうに言われているんですけれども、この番組の中ではこれから1時間11時30分まで本の魅力、まず前半いろんな方にお話を伺いながらお伝えしていこうと思っています。そして今日実は私たちスタジオを設けているのは本祭りの会場といいまして、ちょうど今この西尾本祭りというのが行われています。で、岩瀬文庫の市民ギャラリーという、1階にいるんですけれども、ちょうど今日と明日西尾で本祭りが行われます。イベントの中には本当に貴重な本に触れることができますし、それから昔の本を読むこともできます。手に取って触ることもできます。それから読み聞かせのコーナーもあったり、そしてこの中には昔のメニューを再現したというものが食べられるという、そういうところもあります。もうぜひ、皆さんにお越しいただきたいと思います。特に今この寄っていただきました前住まどかさんの講演会、こちら今日の午後2時から3時30分行われるんですけれども、こちらすごい人気なんですよ。で、もう現在でもかなりの方が今楽しみに待ってらっしゃるということなんですけれども、ぜひ皆さんにお越しいただきたいということで、この前住まどかさんの講演会は、この西尾市の文化会館の小ホールで行われます。こちら無料になっておりますのでぜひお出かけください。西尾市文化会館小ホール、午後2時から3時30分まで講演会が行われます。ご紹介しきれないぐらいのいろんなイベントが今行われているんですけれども、また番組進めながらいろんなところでご紹介していこうと思います。そして先ほどから言いましたけれども、西尾は本の町、そう、実はこの岩瀬文庫という名前がついたその創始者という方が、岩瀬弥助さんなんですけれどもね、この岩瀬弥助さんが私費を投じて、いろんなところから大変貴重な本を集めて、そしてここの中に蔵書として大切に保存されてきたもの、それが今貴重なものとしてこの中で、博物館といわれる存在になるぐらいの、図書館、本の、博物館でもあるということなんですね。で、本当にご紹介しきれないんですけれども、蔵書の中には江戸時代前期の和本で、その内容というのも本当に多岐にわたっていまして、個人のコレクションによる文庫の中ではもうびっくりするぐらいのものすごく多岐にわたった分野、しかも古いものから深いものまであるということなんですね。ぜひこちらの方にお出かけいただきまして、皆さんに本に触れていただければなと思います。さあ、岩瀬文庫のご紹介はこんな形で、また後からいっぱいご紹介していこうと思うんですけれども、では早速このユーストリームの中で皆さんに本を紹介していただきながら、本の魅力をもう一回再発見していこうということで、まず初めに登場いただきますのは、この本祭りの実行委員長です。佐野さん、どうぞお越しください。こんにちは。よろしくお願いいたします。じゃあ名前は本のところに置いていただきまして、もうちょっと前がいいですかね。はい、じゃあどうぞお座りください。はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。佐野さん、今日、西尾本祭り、始まる前から、お客さんがものすごく楽しみに待ってらっしゃいましたね。そうですね。もうやっぱり毎年これだけものすごい楽しみにしてらっしゃる。もう9時からっていうことにはなるんですけど、その前からいっぱいお見えになりますですね。そうですね。で、ざっとこう見せていただきましたけれども、貴重な本、古い本ももちろんなんですけども、いろんなものがあるんですね。ここには、パブリック出していただいてありがとうございます。西尾本祭りというこのお祭りについて、まずちょっと簡単にお話しいただきたいと思います。このお祭りはですね、岩瀬弥助さんがここに104年前に岩瀬文庫を作りになってですね、大変貴重な本を、もう普及に伝えんということで、もう一生懸命になってですね、この立派な図書館を作っていただいたわけですけど、
それを契機にしてですね、なんとか西尾を本の町にしてですね、全国に発信をしていきたいということで、7年前からですね、本祭りというのを始めたということでございます。はい、本祭りというもう名前で、普通私たちが考える本祭りというと、いろんな本があるだけかなと思ったら、食べられるところもあるし、実際に触ることができるし、はいはい、それからお料理もできるしっていう、はいはい、ものすごくいろんなものがありますよね。はいはい、ぜひちょっとそのあたりもね、ご紹介いただこうと思うんですけども、例えばですね、本祭りの企画はですね、はい、本を中心にして、何でもやっちゃおうと、何でもやっちゃおう、こういう企画でございまして、もともと岩瀬文庫自身がですね、非常に変わった文庫でございまして、お越しになった閲覧者に実物をお見せすると、いわゆる大変貴重なものを実際に見ることができる、はい、ということなんですよね。素人の私たちにも実物を触って見せていただけるというところでございまして、普通だったらガラスの中で博物館で見るようなものなんですよね。そうそう、博物館ですとガラスの中か、あるいはこの種の文庫なんかをお尋ねしても、だいたいレプリカをちょっとお見せいただけるということですけど、ここはそうじゃなくて本物をですね、お見せをするということですので、本祭りもそれにちなんで、本に関係があれば食べ物もやろう、はい、実演もやろう、何もやろう、カニもやろうという、はい、そういう企画ですので、盛りだくさんでございます。食べ物って今お話がありましたけども、はい、江戸時代の料理教室ということで、はい、江戸時代の料理を再現したというものも実際に食べられるところがあるんですよね。そうですね、今日ですね、その点では2つのことをお話したいんですけど、はい、まず今日の11時からですね、ご当地の食堂の大将たちが新しいグルメを発表してくれるということで、はい、今日の11時も間近ですが、岩瀬文庫の休憩室に来ていただきますと お料理が出てくると、そういう催し物があります。西尾市のご当地グルメ研究会の皆さんが、いわゆる新作発表で、明治時代ですとか、はいはい、カレーライスだったかな、カレーライス、はい、そう、私ちょっと写真をね、今日持ってきたんですけれども、明治維新の頃の、いわゆるカレーライスというのが、はい、こちらなんですね。で、はいはい、ちょっと映像を大きくしてみますね、はい、ちょっとね、映像ぼやけていて申し訳ないんですけども、はい、当時ちょっとレンガ亭さんがこれ再現したものなんですけれども、はいはい、ちょっとね、レンガ亭さんに取材させていただきましたが、じゃがいもとか玉ねぎは当時まだなくて、はいはい、明治維新の頃はリンゴと、はい、ネギで野菜を使って、でカレーペーストというのは、カレー粉が入ってきていたの で、ね、カレーの味は作ることができるけども、いわゆる明治維新の頃は刺激物がまだ慣れていなかったので、うん、刺激を少し少なめにしながら工夫して作って、ね、やっぱりご苦労あるんですねということですね、うん、あとこちら、はい、これお寿司なんですけれども、はいはい、この菊寿司さんが作ったお寿司、はいはい、これがコケラ寿司、コケラ寿司ね、これすごくまた貴重なもの、僕見てないもんね、あなたいいね、ありがとうございます。そう、実際にまた後からね、詳しくこちらの話もしようと思ってるんですが、はい、こういったものが、はい、今日の11時から販売されるということで、もうすぐですので、これ休憩室に行けばいいんですね。なくなり次第、重大な点のなくなり次第、終わり、売り切れたら終わり、そう、もう早いもん勝ちでございます、ね、すごく貴重なので、もうぜひ皆さんお早めに来ていただきたいと思います。はい、そしてまだまだお知らせていただけることがあるということで、はい、料理でいうとですね、本当は明日ですね、はい、江戸料理教室っていうのをやって、ご当地寺津の橋本先生がですね、新しいメニューを叩き起こして江戸時代の料理を作って見せてくれるんですけど、これは、参加者はもう募集して多分締め切っておりますので、人気でしょうね、残念ながら、CBC ラジオでもおなじみの橋本先生、ガンちゃん料理教室、有名な江戸時代の食文化を、知りながら、江戸時代の、先生もだいぶ苦労してですね、材料がちょっと違ったりね、なんかいろいろするらしいもんですから、ご苦労もあるようですけど、大人気なんですが、ちょっと今年はもう締め切っちゃったかもしれませんね。明日日曜日の午前10時から12時、はい、働く婦人の家料理室というところで行われるということで、はい、もう俺も楽しみですね。楽しみですよ。さあ、もういっぱい、もっともっと本当お話をいただきたいと思うんですけども、まだありますか。いっぱい言っちゃいますか。はい。ですね、2日間投資の行事を大急ぎで申し上げます。お知らせしたい第1は、この岩瀬文庫の旧の書庫、はい、これは登録文化財でございまして、
お祭りの日しか見せない、こういうものでございます。この写真になっているこの貴重なところですよね、はい、レンガ作り、それからこれはちょっと外を映していただくと映るかもしれませんが、古本市、青空市、はい、それから、本のリサイクル、これは、ね、市民の方が寄せてくださった本もありますし、元教師の皆さんがご好意で寄せてくださった本もあって、大変珍しい本があります、はい、それからあの観光ボランティアの人が頑張って市内の名所巡り、それからテニスコートに行きますと子どもたちをいっぱい集めて紙飛行機飛ばし、これは楽しいですよ。そうですね、はい、それからですね、お越しいただいて本を題材にした文芸コンクールをやっております。川柳でも俳句でも、短歌でも何でも、終わってから、少し時間を置いて今日思い出して作っていただくというので締め切りが1週間ぐらい後になります。なるほど、はい、いろんな余韻を持ってまた楽しめますけれどもね、はい、それから今日だけ、はい、今日の午後大急ぎ、前泉まどかさんの講演会、ちょっとじゃあ失礼いたします、はい、冒頭でも、ね、ご紹介いたしましたけれども、この前泉まどかさんの講演会、はい、こちらが本当に今もうね大人気ということで、大人気、2時開会、お席が、ね、なくならないように早めに皆さんぜひお出かけいただきたいと思います、はい、西尾市の文化会館の小ホール、こちらの方にお出かけください、はい、それからですね、はい、こちらの方の図書館とか岩瀬文庫の中で、あ、ミニミニエスラインス行ったかな、あ、まあこれはいいか、はい、あの人形劇とかですね、転訳、はい、読み聞かせ、はい、昔遊び、これが今日です。もう本日にいろんなものがあります、はい、塩村先生があの明大の実際のゼミをですね、岩瀬文庫の研修室で再現をしてくださる塩村ゼミ、何回も何回もやっておりまして今年3回目かな、があります、午後です。それから、西尾大工を楽しむ会の皆さんが、童謡を図書館で歌ってくれます。紙芝居もあります。その他もろもろ盛りだくさんでございます、はい、本当ですね。早速ですけれども本当にお話もっともっと伺いたいんですが、はい、今日用意していただいた本も実は岩瀬文庫にちなんでいる本なんですね、はい、そうでございます。岩瀬文庫の蔵書でございます、はい、ちょっとね、あの実は文字をね、はい、アップして撮っていただきたいんですけども、じゃあちょっとお借りいたしますね、はい、こういった感じのこれです。この岩瀬文庫の蔵書なんですけども読めませんよね、この文字。ああそうですね、ね、あの実はこれ非常に貴重なものの、まあ、写しであるということですけれども、はい、これを、はい、佐野さんたちは、はい、どんなふうに。そうです、これはですね、今日あのここへ持ってきたのはあのオロシャの国衣類器物来雪アヒルオ来雪かという本なんですけど、ロシアの国というオロシャの国、オロシャの国という、はい、これはですね、佐久島に生まれた半田重吉さんという方が見えまして、船乗りですか、はい、今から200年前に、遠州灘沖で遭難をしまして、14人の人と一緒に流されていった、奇跡的に助かりました。500日も流されておりました。これはあの500日ですか、はい、今でも世界記録でよくね、重吉さんと2人の方がですね助かったんです。それでこの方はですね、助かってから仲間の供養塔を建てたいということで、この本はその供養塔 の, あの由来を書いた由来書なんですけど、自分がどうやって遭難をしたか、遭難をしたからどういう生活をしたか、それから助けてきてくれた船乗りさんがですね、アメリカやロシアの方に助けてもらったんですけど、いろいろ物をくださったそうだもんですから、そういう外国の珍しいものをですね、説明書に書いて、で現物を皆さんに見せて、それでそのことで寄付を募ってですね、それであの供養塔を建てようとされた。現にこの供養塔は建ってですね、名古屋のお寺さんに名前忘れちゃったもんいかないんですけど、今も供養塔が建っております。そういうことを書いた本であります。実はこの貴重なその本をあの読む会を佐野さんたちは勉強会をしてらっしゃるということで、今日これにしたのはそれが痛くてやったんですけど、はい、実はあの今日この2日間ですね、岩瀬文庫の閲覧室でミニミニ閲覧室っていうのをやっております。それは岩瀬文庫の本を30冊ぐらいお借りをしてですね、市民の皆さんにあの見ていただくと、なかなか岩瀬文庫の閲覧室っていうのはちょっとあの敷居が高いと言われてるんです、来てみれば別なんですが、まあ、なかなか字も読めないというところがありまして、敷居が高いということがあるんで、それで
その練習のためにですね、ミニミニ閲覧室というのをやってますが、この本をそれ出しております。で、今日来ていただきますと、現物を手に、まあ、いつでも取って見ていただけるんですが、今日もこれを見ていただける、はい、と同時にですね、月に2回木曜日に、10時から岩瀬文庫の研修室で岩瀬文庫の本を読む会というのをやっております。木曜日の10時から岩瀬文庫の本を読む会をやってらっしゃる、はいはい、これはメンバーがですね、不特定多数ですので、どなたもご自由に参加していただきたいんですが、はい、当日じゃあ自由に読みたいという方はいらしていただいてもいいということで、もう今20人ぐらいのメンバーが集まっておりますので、そこへ入ってきていただいて、ご一緒に読んでいただければと思います。ということで佐野さん、はい、お時間がそろそろ来てしまったんですけれども、ね、もう語り尽くせないということですよね、今日と明日ということで、あれです、読む会の話ですけど、実は生徒も募集したんですけど、先生も募集しております。皆さん、生徒を募集と同時に先生も募集してらっしゃるという、仲間内だけで今ちまちまやっておりますので、読み方をみんなで研究しながら、はい、読みを教えてくださる先生も欲しいということで、こういう古文書を読める方で教えてあるぞという方が見えましたら、ぜひ来ていただきたい。じゃあぜひ岩瀬文庫の方に、ね、連絡をいただきまして、はい、読める方も募集しているということですね。佐野さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、もう本当に西尾の本祭りのことも楽しくって、もういっぱいいっぱいお聞きしたいんですけれどもね。これ持ってて、はい、プレート持って行っていただきましょう。ありがとうございました。いや、語り尽くせないぐらい、実はもうイベントがいろんなものがあるので、本当にもっともっと本当はお話をいただきたかったんですけども、何せやっぱり1時間の中でのね、持ち時間ということになりますので、じゃあお次の方をお呼びしたいと思います。岩瀬文庫学芸員の鈴木さんです。どうぞお越しください。どうぞお越しください。はい、じゃあ名札はこちらの前のこの辺りを見ていただきまして、さあ鈴木豊平さん、よろしくお願いします。今日の本祭りもすごい人気で今、はい、そうですね、今日特にまた天気がすごく良くなりましたので、やっぱりこう気分が、天気がいいとやっぱり気分も盛り上がりますので、やっぱり皆さんがこう楽しく来ていただけるとか、あと最近はやはりもう古本市とか、こう楽しみにしている人が増えてきましたので、今日は行くぞみたいな感じであらかじめも予定をしてくれて来る人もいますし、行ってみようかなっていう人もいますし、こうで今これで見て、はい、今から行こうかなっていう人もいるかもしれませんので、ぜひ早く来ていただかないとね。そうですね、こういろいろ行事、今実行委員長さんが本当にいろんな行事のことをですね、はい、宣伝してきましたので、ぜひその中の一つでも二つでも、そうですね、ちょっと全部、本当は全部参加してほしいんですけど、やっぱりこう今でも別の会場では講演会やってたりしますので、はい、まあ、ちょっとそこまでは無理ですけど、もうぜひ皆さんまず来てください。そうですね、今日と明日それぞれの片方しかないものと両方あるものっていうものがありますのでね。そうですね、詳しくインターネットでまた岩瀬文庫のホームページでもご覧いただいて、そうですね、見ていただければ予定の方が出ておりますので、皆さんのご都合や興味に合わせて来てもらえればいいのかなっていうふうに思います。そして岩瀬文庫の学芸員でもいらっしゃるということですけれども、はいはい、貴重なものといってもものすごく貴重なものがありすぎて、正直言うとまだ皆さんにこんなに貴重なものがあるの知らないっていうぐらいの貴重なものいっぱいありますよね、この中に。そうですね、ようやく、まあ、数字ですね、要するにかつては10万冊と言われていた頃もあったんですけれども、やっぱり 1,2,3 っていう感じでちゃんと今こうきっちり数えて、まあ、数字の方はまあ8万ちょっとっていうふうに、8万と言ってもものすごいですよね。8万と言ってもやっぱりすごいですので、1から10まで皆さん全部わかるわけじゃありませんし、まあ、こちらの職員でも全部把握しているものはいませんので、これからまだまだこれからこう毎日が発見みたいな感じになりますので、しかも今名古屋大学の先生に来てもらって、もう 10年までか、結構もう年数経つんですけれども、本当に一冊一冊今調査をしてまして、もうその名古屋大学の有名な先生ですらこう新しい発見がいっぱいあるというぐらいに、なんかまだまだ隠れた魅力が、知られていない魅力と、そうです、ね、貴重なものがこの中にもいっぱいあるという、そうですね、ですよね。すでに分かっていたことも もちろんあるんですけれども、分かっていたことがより深くなって、分からないことが新たにこう日の目を見るとか、はい、そういったようなこともあります、はい、じゃあ来ていただくといろんな発見もあるということになりますもんね。そうですね、閲覧
特にここの岩瀬文庫っていうのは、貴重なそういう本をですね、直接本人が、手に取って見ることができますので、ちょっと残念ながら本物の本をっていうことは、ちょっと18歳以上の、パチンコとかと一緒ですけど、一応大人の方にはちょっと限定させていただいてはおるんですけれども、普通の市民の人でも、ちょっと隣のおじさんやおばさんでも、来てもらって、なんかここでこういうのを見たんだけどとか、なんかの紹介を見て、そうするとそれを直接手に取って見ることができますので、不安な方はこちらの職員がお手伝い、こうちょっと例えば巻物ですと、やっぱりこう巻くのを開くのは不安だわって貴重すぎてね、余計また思われるんですけども、そういう時はこちらがそういうのはちょっと触ったことがないとか、そういうふうに言ってもらえれば、お手伝いの方はさせてもらいますので、はい、そういうのに親しんでもらって、ぜひ楽しみにして来ていただきたいと思っております。はいはい、さあでは早速今日用意していただきました、はい、鈴木豊恵さんの私の本ということでご紹介いただきたいんですけども、はいはい、ですね、最初本当は2種類用意してたんです、1冊はまたこの後なんか午後の部でどなたかが紹介するというの でそれはやめまして、 ありがとうございます。かわいいですね、今日持ってきたのがですね、こうやってじゃあちょっとカメラの方に向かってこれですということで、じゃあさあタイトルをお願いします。ですね、これは塩野七尾さんという方が書いているローマ人の物語っていう、ローマの歴史ですね。ローマ帝国っていう、すごい帝国だったと思うんですけども、もちろん私たちは住んでませんし生きてませんので分かりませんけれども、それをずっとこの方は名字名前見れば日本人なんですけれども、今もうイタリアの方に住んでおりまして、でもうそこでイタリアの歴史を自ら勉強して、自らこうやって物語として書いておりまして、これは文庫本で読みやすくなってるんですけれども、すでに本の方です、単行本というか要するに大きい本で出てるものをこうやって文庫にしておりまして、今日27巻と32巻というのを持ってきたんですけれども、私今34巻ぐらいまで読み終わっておるんですけれども、ずっとまだ続いているんですね。43巻までまだあります。あと多分ローマの道は果てしない感じがしましたけど、ようやくこの32巻まで来まして、いよいよローマ帝国がこう滅んでいくところまでたどり着いて、ようやく滅んでいくところへ向かってきたところで、それまではどんどん栄えていくところのお話だったんですけども、最後はやはりローマ帝国を滅びますので、そこに向かっていく、で最後おそらく43巻の時にはローマ帝国が滅んでしまうのかなと、楽しみにしております。どんなところにこう、心惹かれ、どんな皆さんに読んでもらいたいなって思いますか。そうですね、まずはローマ人、イタリアの歴史ですので、まずもう誰にっていうのはとりあえずちょっとでも歴史に興味があるとか、あるいは今ですと海外旅行とかで皆さんイタリア、ローマに行ったことのある人もいると思うんですよ、とパックスロマーナっていう遺跡が残っている公園みたいになっているところもありますし、あとコロッセウムっていう昔の舞台、コロッセオですね、舞台になって、舞台というか要するに今でいう劇場ですね、ああいうようなところも残っておりますし、観光地で見ることもできますので、そういうのを見た後でも、見る前にってなかなか大変かもしれませんので、そういうふうに時に読んでもらえるといいと思います。旅行に行くときにもこういうのをちょっと知ってから行くと、また見方が変わってくるだろうという、全然違うと思います。ぜひそういうことをちょっとローマ旅行を考えている方はぜひちょっと大変かもしれませんけども、読んでいかれると楽しいんじゃないかなというふうに。ローマは一日にしてならずみたいな感じでずっとこう読み進めていただいて、読むことができますので、私も行ったことはあるんで、実は行った後に読んでますので、ああそうだったんだなって、しまったなと思って、やっぱり行く前の方が、読んだ方がいいのかなって気はしますけど、ぜひもう旅行を考えている方は一回読んでもらいたい。そうですね、ちょっと話が長いですけど、はい、私も、遠い話かもしれませんが、テルマエロマエで今実は映画の中でローマがものすごく注目されてますので、そういったところからきっかけで入るっていうのも、もしかしたらいいのかもしれませんね。そうですね、そういうお風呂の話とかもちょっとずつやっぱり盛り込まれてますので、ぜひテルマエロマエを見た方もぜひ読んでください。ぜひテルマエロマエと合わせて見ていただければと思いますけど、はい、鈴木さんありがとうございました。時間がね、そろそろ来てしまいましたけれども、
やっぱり全ての道はローマに通ず、そうです、そして皆さんの読書は岩瀬文庫に通ずということで締めさせていただきます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なんかポーズが可愛くね、退場していただきましたけれども、やっぱりなんて言ったらいいのかな、本の世界の奥深さっていうのがね、やっぱりいろんなところにあるし、やっぱりそれぞれの皆さんのそのなんだろう、通じるところっていうのがやっぱりそれぞれの立場でやっぱり違うななんて思ってるんですけれどもね。さあ次の方はどんな本を紹介してくださるんでしょうか。続きはお話の会キララの森久子さんにご登場いただきましょう。森さんお願いします。どうぞお越しください。どうぞお座りください。座ってもらって失礼いたします。じゃちょっと名札を失礼いたしましてね。はい、さあ森さん、本当に私一周伺った時に上品な方だなって今思いました。もう本当たくさん本を読んでらっしゃるんでしょうね。まあ特に子供の本です。子供の本、はい、もうやっぱりお若い頃からずっと、もう今も若いんですけど、お若い頃からずっと本をやっぱりたくさん読まれましたか。子供の本です。子供の本、はい、で何でしょう、読書って今実はいろんなデータを調べてみると、実際に本を読む方自体が減ってきちゃってるっていう現状がありますよね。お子さんたちの現状っていかがですか。そうですね、うちの子供は割に本は読みます。読み聞かせをしてたりとか、はい、いろんな方たちと触れるときに、なかなかこう手に取って実際に本を開いてっていう方が少なくなってるって聞いたことがあるんですけども、そんなことを感じることはありませんか。漫画とか絵の多い本はいいんですけど、それから活字の本に移るのがなかなか大変みたいで、ちょっとこうやっぱり離れるっていうことは感じますね。でもまた小さい時読んだのをまた思い出して、大きくなって読んでくれたり手に取ってくれたらいいなってふうに願っていますが。もう少し私の方に寄っていただいてありがとうございます、はい、すいません。もう今日はですね、本当に本祭りということで、もういろんなその本に触れることができますし、はい、それからお話の会キララさんも、催し物を、はい、予定していただいているということで、はい、そうです。今日と明日ですね、お話の会キララさん明日、はい、こちらの、午後2時から3時30分まで、図書館3階の会議室の方で、はい、定員80人を予定して、はい、お話の会キララさんの、これはグリム童話誕生200年を記念して、はい、グリム童話へようこそというタイトルで開催される、はい、これについてお話ししてください。あ、そうですか、はい、今日もグリムの方一応持ってきましたけれども、はい、今年何をやろうっていう時に、今年がグリム兄弟が自分たちがドイツの中の民話を集めて、それを家庭に渡そうっていうふうで本にしたんですね。それが1812年で、それから数えて今年が200年経ってるっていうことが分かったので、それでグリムを取り上げてみたんです。はい、そして最初のその初版本っていうんですけど、それはもういろいろグリム兄弟が少しずつ手直ししたりなんかしてしてますので、50年後ぐらいに第7版っていうのが出て、それが今世界では決定版となって、いろんな翻訳にされて世界の子どもたちに手渡されている状態ですね。はい、それでは森さんが今日持ってきていただいた本についてお話しください。はい、はい、今日はアラビアンナイトです。アラビアンナイト、これはもう皆さん耳にしたこともあると思いますし、はい、読んだという方も多いと思います。そうですよね。内容はいいですよね。そうです、まあ、簡単な形でご紹介いただけるとありがたいです。ペルシャの王様が、まあ、あることで女性を嫌いになって憎むようになって、それで結婚しては次の朝には殺してしまうという残酷な行動をしてたんです。
で国民はもう悲しんでどうしたらいいということなんですけど、そうすると大臣の娘が勇気を出して、あの私が何とかやってみますということで結婚して、そしてその夜から一つずつお話を語り続けたんです、はい、それがまあ千一夜続いたというんですけども、千一夜というと3年ぐらいかかるなと思ってちょっとと思ったんですけども、そしてその間にあの王様はあのお話の中でいろんな世界に触れて自分は心が狭かったということを悟って、あの女性をまあ許すというんですかね、そういうふうになって、でまた再びあの結婚式挙げて大団円となるという、まあ、それが筋書きで、だからいろんなあの話が魔法だったり、はい、いろんな冒険だったり、はい、奇想天外な話がいっぱい載ってます、はい、この中からぜひ進めたいという点というか、まあはいね、感じるところというのはどういうところでしょう。実はあのこの古い大正時代の本ですけど、今日持っていただいた実はちょっとこちらもね、これあの本当にあのちゃんと大正時代の、大正時代の、はい、それでこれは下巻ですけど上下と出てたらしくって、上巻がどっか行っちゃいましたけど、あの父が買ったのが置いてありまして、それ見つけてこの絵がまた楽しいので、それから中も振り仮名が全部ついてますので、ちょっと言葉遣いは古いですけど小学生でも拾い読みして、まあなんとなく読んでました。そしてその当時あの学芸会などでアリババと40人の盗賊とああいうのをやりましたから、それにまた興味持ってこうずっと読んでたりしたんですけども、あのやっぱりそのずっとシェラザードとかいうあの妃がずっとその負けずに続けて王様の心を気持ちを変えるところまで話し続けたっていうのにやっぱり感銘して、何事も続けなきゃっていうような気持ちにもなりましたね、はい、あの今やっぱり本を読む方がなかなかその冒頭でお話しいただいたようにその文字がちっちゃくなっていくところに行かない、はいはい、あの絵から文字を読むところに行かないっていうところがあるんですけども、そういった皆さんになんかこうスッと入っていくコツとかってありますか。あのそういうその期間ですね、やっぱり大人があの読んであげるのがいいと思いますね。一緒に読んでいこうよという、そういうのもあのすぐあの字が小学校入ってる読めるから読みなさいじゃなくって、まず読んであげて、それであのお話とかそういう本の楽しみに触れさせてあげるっていうのだと思うんですよね、はい、そのうちにあの自分で読むよってことになればいいなと思いますけども、毎日の暮らしの中に本を読む時間ですとか、本がいつもある空間ですとか、そういうところを作っていくことがまず先かもしれないですね。またその親子の触れ合いが大人になってもあの気持ちの中で安心した安定したものを作っていくんじゃないかと思います、はい、あの本だけじゃなくてやっぱり本から通した親子の触れ合いとか、いろんな優しさ思いやり、頑張る心とかそういうところが見えてくるということになりますね、はい、これは私のまあ本の原点で、あともいろんなファンタジーとかさっき言ったように子どもの本もものをたくさん読んできたんですけども、はい、でこのグリムをね今日あの明日取り上げますけども、あのぜひ来ていただきたいですね。明日日曜日の午後2時から3時半、はい、図書館3階の会議室、こちらの方にぜひねお出かけいただければと思います。もう一ついいですか、はい、あのアリババの中で開けごまって言いますね、有名な呪文、あれ私大好きで、何事につけても心の中で開けごまって言ってみたり、声に出して開けごまって言ってみたり、あの何なんか開けていくじゃないかと、ポジティブな気持ちで心も開いてっていうことで、はいはい、そういう思いです。森さんありがとうございます、はい、なんかすごくあの勇気をもらえたというかいい言葉をもらえたっていう気がしますね、はい、ではあのユーストリームをご覧の皆さんにじゃあ手を振っていただいて、この森さんのところとはこのコーナーでちょっと終わりということになりますけども、ありがとうございました。さあそれではですね、あのユーストリームをご覧の皆さんに今日は岩瀬文庫からお届けしています本
祭りなんですけども、この岩瀬文庫はどういうところなのかというところをね、あの VTR の方に まとめてあるということで、あの非常に貴重な岩瀬文庫の映像を見ることができますので、これから3分間ぐらいになりますけども、ぜひ岩瀬文庫の VTR ご覧ください。この西尾八景という資料は、尾張名勝図会などの、風俗絵を得意とする尾張の絵師小田切俊子が、西尾の8つの名勝を叙情豊かに描いた錦絵です。現在は6図のみが残されて、うち2枚は未完成のものです。左の枠の外に辻藩と書いてあることから、西尾の須田町の藩御用達である鍋屋辻利八によって出版されたものとわかります。この辻家の記録書道具控えによりますと、江戸時代の末の弘化3年西暦1846年に金15両余りをかけて内輪絵300本、すりが300枚を制作し販売したと書かれております。現在はこの岩瀬文庫にあるこの一揃いしか知られておりません。江戸時代の西尾の景観や風俗を描いた数少ない資料として大変貴重なものです。八ツ表山の春の行楽の様子を描いた絵です。宴会の席で俳句をひねったり、扇を手に踊ったり、子供を連れて山菜採りをしたり、そのような人が描かれています。現在は桜の名所としてにぎわっている八ツ表山ですが、かつてはこのように松や杉の姿が目立つ様子であったことがわかります。頼積村にあった名木頼積の松を描く絵です。昭和9年に書かれた西尾町史という資料によりますと、周囲が6メートル余り、枝は地にしだれ、非常に雄大で趣のある名木であったというふうに書かれています。残念ながら大正14年に枯れてしまって、現在はもう見ることができません。西尾城下の須田門のあたりの様子を描いた絵です。左端に城下町へ通じる須田門、石橋を渡ると城外の田んぼが広がっています。遠くにお盆の満頭山の鍵満頭が見えますけれども、実際よりも随分近い位置に描かれています。画面を面白く見せるための作者俊光の工夫でしょうか。岩瀬文庫についてご覧いただきました。冒頭の方で出てきたこういうなんか縦型の、ね、丸いのがありましたよね。あれ百万頭といって、実は日本で一番古い印刷物が収められている、という本当にすごく、ね、貴重なものでもある。これも実際にこの岩瀬文庫の中にもありますので、ご覧いただくことができますので、ぜひお出かけいただきたいと思います。さあ続いて後半また登場していただきましょう。続いて登場いただきますのは仏壇屋さんです。土屋仏壇店の榊原博さん、どうぞお越しください。どうぞお越しください。いやもう本当に大歓迎です。さあということで、榊原さんには、はい、まず仏壇屋さんということでもありますけれども、ね、岩瀬さんのこの岩瀬弥助という岩瀬文庫の存在というのはどうですか。全然ね、名前だけは聞いただけで、その他のことは全然知りません。岩瀬文庫に訪れたことというのは、もうないです。外から見ただけ。もったいないです。私、ここに来た時にもう、もっと早く知りたかったって思いましたんで、もう今日 の本祭りの会場を見ても、やっぱり本当に西尾が本の街で、皆さん本が好きだなっていうのをすごく実感できたという感じがしましたけどもね。その西尾のなんていうんですかね、文化
的な人が多いってことですかね。素晴らしいことだ。仏壇ってすごい文化と歴史といろんな言われとかがあるわけですもんね。そうですね、あの仏壇自体 の歴史っていうのは、まあ、三河仏壇って言われてるんですけど、この辺はね300年ほどしかないんですよ。300年ぐらいの歴史しかないんですよ、仏壇というのはですね。そうですか。割と新しいんですよ。ああいう形の仏壇はなかったなかったんですね。だけど仏壇というのはあの仏教美術というか仏教芸術というか伝統工芸が結集したものですので、その技術というか文化はずっと昔からあったわけですね。仏教ももちろんあの聖徳太子の時代からあったわけですから、そういう意味で言えば歴史は古いんですけど、仏壇として家庭の中でねお参りされるようになった歴史っていうのは300年ほど前なんですよ。意外に最近だったということですか。それはどういう形で家庭の中に、そういうことですね、持ち込もうと思ったという。そうですだからですから、あのその昔はですね、300年もっと昔はですね、家庭の中で仏様をお参りするということはダメだったというか、あの許されてなかったわけです。でそれをうーん家庭の中にもお参りしてくださいというふうに、まあ、あの江戸幕府ですよね、と徳川家は許したわけですね。そして始まってたわけなんです。ですから案外浅いんですよ、仏壇の歴史。意外に浅いんですよね。徳川の時代からという。そうです、まあ、特に徳川家康があの それを守ってくれたということだと思いますけどね、徳川さんありがとうっていう三河仏壇のやっぱりね素晴らしいものを目にすると、もう芸術でもあるななんて思うんですけども、さあということで早速なんですけども、榊原さんが、まあ、今日持ってきていただいた、本をご紹介いただきたい。そうですね、私はねそんなに本も好きじゃないし、本当に読んでも実は今日持ってきていただいた本っていうのはものすごく深いですよね。まあ、もう思想に関しても僕は大好きな、あこちらにね、はい、こんな感じでじゃあご紹介いただきたいと思うんですけども、あの梅原武っていうあの、ね、哲学者の方なんですけど、この哲学者でなくてもあの仏教のことでもですね非常に研究が深いし、その考え方が大好きなんですよ。私は森の思想が人類を救うという、この本、そうですね、森の思想っていうのがですね、まあ、仏教の思想に通じるところがあるよという意味なんですけども、森っていうのはあのいろいろな、まあ、もちろん木がですね植わっておるわけです。原生林であったり、するわけですけど、そこの中にまあ動物も住んでおるわけですよね。で、植物と動物、あるいはあのちっちゃなあの小動物ね、ミミズとかオケラとかですね、そういうものもいっぱい住んでるわけで、そういうあの生物が一体となって森が形成されているという。でそので一体となって形成されていることがですね、実はあの仏教の中にも言ってますよと。それを仏教の言葉で言いますと天台宗なんですけど、三千草木というね、山川草木全て、成仏っていうんですけど仏の心がありますよと。だからあの生きているもの全てが、山の中で生きているもの全てが実は仏になれますと、仏の心を持っていますと、皆さん一緒ですよと、命は一つですねっていうことを言っとるんですね、仏教のその三千草木、四通成仏っていうのは。で、森の中もですね、木が生えてて、そしてその木が落ちて、でそれを落ちた木をまた小さな小動物が食べて、そのまた小動物が出した糞をまた小さな微生物が食べて、そしてまた木に帰っていくというふうなことで、決して一つ一つがバラバラではないですよということを言っているわけですね。ということを森の中では現れているわけです。でそれが非常によく通じているので、その仏教の思想と、そして森を大切にしていくことがこれから大切ですよということを言っていますね、この本は。あのなんかこう今の時代は特に震災のこともあったんですけども、いろんな自然といろんな心とそれから頼るところとそういうのを総合して考えていくと、やっぱり私たちの心の中にあるもの自体がやっぱりこう大切な思想というか、あの信じるところがなければダメだなと思って、そういう時にやっぱりこう気づかせてくれるような本でもあるのかなと。はい、そういうことですね。それとですね、まあ、私がなぜこの本が好きだかということなんですけど、まあ、仏壇の仕事とですね非常に通じるところがあるんですけど、仏壇もですね今やあの本当に国内でもう終わりですね、作られるものって少なくなってきまして、ましてあの材料もですね、特に漆の木がですね国内でほとんど取られてないんです、はい、99%、まあ、外国製という。でそれをなんとかね国内で作っていきたいなと。で同時に健康な森も作っていきたいなと、そういうのが私の願いなんです。
でそれがこの本にはですね書かれてあって、もう本当にあの私は感動するところがあるんです、はい、なるほど。やっぱりこう日本のもの自体をもう一度大切に見直し、ね、育てて、はい、やがて未来に通じるみたいなところを ね、 ね考えていきたいということです ね、 そうですね。伝統文化というか漆文化をもう一回復活させたいなと、うん、もうぜひあのね、でありがとうございます、もう応援して頑張っていただきたいと思います。本当にありがとうございます、はい、ありがとうございました、さあ、榊原さんには、今日はあの森の思想が人類を救う、こちらの本をご紹介いただきました、じゃあユーストリームの皆さんに向かってあの手を振っていただいて、皆さん、はい、ありがとうございました。全国の皆さん以上よろしくお願いいたしますじゃあ名札を持っていただいて、そうですね、はい、ありがとうございました。仏壇屋さんの、ね、あの選ばれる本ということももちろんあるんですけども、私たちがもう一回気づくというためでもいい本なのかなと思いますね、ご紹介いただきましたのは梅原武史、森の思想が人類を救うということでね。さあ続きまして今度はですね、西尾というのはもういろんな日本一があるんですけれども、お茶がもちろん日本一、抹茶の日本一なんですね。ということで今度はお茶関係の方にご登場いただきましょう。日本茶インストラクター協会愛知県支部の稲垣さんです。どうぞお越しください。よろしくお願いいたします。じゃあ名札をちょっとこちらの方にお預かりして、さあもうあの本当に日本茶、はい、それから抹茶、はい、まあ、西尾というのはもうお茶どころですよね。そうですね、あの中でも、まあ、あのかなりあの広い範囲でお茶というのは全国的に作られておるんですけど、はい、まあ、あの西尾の特徴はですね、やっぱりあの抹茶ですね、あの、まあ、その前の状態のものが天茶なんですけど、その生産量があの市町村別で言いますと日本一ということで、まあ、あのそれこそ大きなあの静岡とか鹿児島とか大きな産地あるんですけど、そういった点であの特徴があるものですから、割と、まあ、あの以前からお茶の産地ということで、はい、注目をいただいております。稲垣、はい、さんはあの日本茶インストラクター協会ということで、はい、あのまあ、いわゆる日本茶を、はい、あの皆さんにもっともっと美味しさでありとか、はい、知っていただこうということもあると思うんですけども、はい、簡単に言うと西尾というのは、まあ、はい、お茶どころ抹茶ということもあるんですが、はい、一般的なお茶と抹茶って別って考えている方多いと思うんですけども、そのあたりはいかがですか。そうですね、意外にあの別のものじゃないかって思われている方多いと思うんですが、そうでしょうね、それこそあのお抹茶に限らず、あの紅茶とかウーロン茶なんかもあの同じお茶なんですけども、ね、まあ、元は同じあのお茶の葉からできるわけでして、まあ、その製造の過程でですね、あの少しこう変わっておるものですから、まあ、あの別のものと思われがちなんですけど、決してそうではないんです。はい、さあということで、はい、さすが日本茶関係ということもありますけども、はい、今日お持ちいただいた本、はい、こちら、はい、あの日本の茶という本、まあ、そのままなんですけども、はい、ちょっと前のカメラの方に向かって持っていただきながら、これのあのどういう内容の本になりますか。そうですね、あのこちらを書かれた方はあの今豊橋に在住の方なんですが、松下悟先生なんですが、まだご健在でいらっしゃいまして、あの、まあ、この内容はですね大きく3つに分かれておりまして、あの1つ目はあの茶の木の起源ですね、茶の木の起源と歴史が書かれております。で、まあ、日本に渡ってきた、まあ、あのお茶というのは中国がふるさとですので、日本に渡ってくるその伝来のことがこう入ってます。それからあの次に書かれておりますのはお茶の栽培と製造ですね、まあ、その中にいろいろなお茶 の、 その製造の仕方もこう紹介をされております。からあの3つ目がお茶の風俗といいまして、日本に限らずですね、あの世界各地でお茶をあのこう飲まれているところが多いんですけど、その国柄といいますか、やっぱりあの国が変わればお茶の飲み方一つもこう変わってくるということ で、 で、日本国内でもですね、あの地方によっていろんなあのお茶こう変わった飲み方をされておるんで、まあ、そういったものをこうあの
世界と国内でこういろいろあの紹介をお茶の飲み方の違いがですね紹介されております。大体その3つが大きな内容になっております。じゃあ今までその、まあ、この辺りに住んでいると知らなかったことなんかもこの本の中には知ることができたり、そうですね、あのかなり充実した内容の本でして、はい、まあ、これ私が購入しましたのがもうそれこそあの35年40年近い前に購入したんですけども、あの、まあ、この本との出会いといいますのは、私あの静岡の方に数年あの研修に行っておりまして、でその時に、見かけた本がこの本だったもんですから、非常にあの、まあ、西尾で生まれて西尾で育った関係で、あの家業もお茶をやってますので、まあ、あのお茶というのは非常にあの若い頃から興味がありまして、で最初の出会いというのがあのこの本はその30、40年近く前に出会って、地元のこういう方であのこんなあのお茶にこう権威をお持ちの熱心な方がいらっしゃるんだなというのをあの知りまして、で感動いたしましたです、はい、やっぱりあの西尾のお茶のことに関してはもっともっといろいろ、ね、深いところがあると思いますけれども、はい、あのそろそろ、ね、時間が実は来てしまいまして、はい、あ、そうですか、はい、あのぜひあの、はい、日本の西尾のお茶についてちょっと一言だけあのカメラに向かって、そうですね、はい、あの今お話しいたしましたように、あの西尾の、まあ、お茶の特徴というのは抹茶です。で抹茶というのはあの茶道にはなくてはならないものでありまして、で、まあ、抹茶を媒介しましていろんなあの日本の文化がもう総合的に入っておりますのが茶道ですので、まあ、茶道をとどうしても抹茶とこう結びすぎてなんか固いイメージの飲み物と思われがちなんですけど、決してそうではなくてですね、まあ、普段からあの普通の煎茶おばん茶と同じように召し上がっていただけるといいなと思っております。はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、どうもありがとうございました、はい、さあ、日本茶のお茶関係ということで稲垣さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ日本一抹茶のふるさとということもありますけれどもね、さあそして続いてご紹介しますのはもうあのやっぱり本といえば図書館長さんにお話を伺おうということで山本さんにご登場いただきましょう。どうぞ山本さんお座りください。お待たせいたしました。はい、じゃあこちらの方に札を置かせていただいて、さあ早速ですけれどもやっぱりあの最近はなかなかね本を読むっていう人が少なくなったというデータが実は新聞でもご紹介されていたりするんですけども、図書館長さんいかがですか、感じるところは。いえ、私うちの図書館では割と子どもたちが多く来てくださるようになってます、はい、そうですか、はい、嬉しいですね、はい。さあそんな皆さんにご紹介いただける今日の一冊なんですけれども、はいはい、今日は図書館らしい本を持ってまいりました。あ、さすがです。図書館ライオン、図書館ライオン、もうこれは本当にこの本一冊で図書館と動物園に行ったような気分になりません？なります。ちょっと簡単にストーリーを教えていただきたいと思います。これはね、あの子どもたちとライオンと大人の心の交流のあるお話で、あの決まりを守ることも大切なんですけれども、でもやっぱりあのそれよりも大切なものがありますよっていうようなことを教えてくれる本なんですね。で、あの図書館にライオンって割とあの違和感あるじゃないですか、はい、びっくりします、はい、最初タイトル聞いただけでも、はい、でも図書館はどなたでもどうぞという場所ですので、でそういう方でもあのお友達になって仲良くなれる、本当に温かさを感じる本です。あの実はこの本 の, そのいろんな方の感想というところをずっと読んで自分で見てたんですけども、あのやっぱり読み終わった時にものすごくいろんなことが分かったような気がするし、うん、あとなんかあったかいねってすごく言われる本だなって書いてあったんです ね, ですね。あのどういうことをまずこの中から例えば学んでいけるかなって、はい、まずねこの本っていうのは、まあ、翻訳されてるんですけれども、あのすごくあったかいライオンさんなんですね。で子どもたちがこんな本に読んでるっていうのは、私こういう図書館でありたいなって思うのが一つあります、はい、それとあとあのここの中に始まりがあの
ある日突然図書館がある図書館にライオンがやってきました。そうです、はい、この入りがまずびっくりします。どうします？逃げるし、ワクワクドキドキしません？次はあ、でもライオンがってびっくりしますよね。次は見たくなりません？見たくなりました。そんな仕掛けがあるところ。それともう一つは私の一番好きなのはこのライオンさん、があの決まりを破っちゃうんですけれども、ここなんですよ。ちょっと悲しそうな絵が出てきました。あの決まりをあの守るんであればいいでしょって館長さんおっしゃったんですね。であのライオンさんは毎日来ながらお話聞いたりいろいろしてるんですけれども、でかけがえのないお友達になっちゃうんですけれども、あの怪我をした館長さんを救うために決まり破っちゃうんです。だから自分の責任感じて外に出ていった。で入れなくってこんな顔してるんですよ。でも実はすごく思いやりがあることをしたんだけれども、決まりは守っていかなきゃいけないしということもあって入れないこのおなられたから。でこれあの職員の方なんですけれども、あのこのライオンさんに向かって知ってますか、図書館の決まりが変わったこと、吠えてもねいいんですよ、走ってもいいんですよ、でもちゃんとしたわけがある、で特にお友達をの怪我とかをね救う時にはいいんですよってこうライオンさんに言うんです。でライオンさんがピッと動いそうでそのまま去っていくんですけれども、それが言える職員室と、それと最後にこう、あったかい絵ですね。そうですね、もうやっぱみんなでやっぱり歓迎して、もうこういうあったかい図書館だよっていうことをね教えてくれる。だから図書館に違和感のある方がいらっしゃっても、うん、最後はこんな本になるといいなって思える本なんです。そうです、そうなんです、ね、あのなんだろう、本当になんか理想的な図書館の絵ですね。そうですね、うん、何かとやっぱり図書館というとあのこういろんなものの中に縛られたりとか、ちょっとこう行くのに少し躊躇する方ももちろんいらっしゃるかもしれないんですけども、そんな方もやっぱり訪れたいなと思えるという。でもまあどなたでもあの迎え入れてくれるところが図書館ですので、ただあの決まりは守りましょうねという一つがあるんです、ね、あの図書館長さんからご覧になって、あの、まあ、最近のお子さんたちが本を読む時の何か傾向とか気づいたことってありますか？あ、子どもたちっていうのは今あの子ども師匠養成講座やってるんですけれども、すごくあの何て言うんですかね、あの知的好奇心すごくあるんです。だからちょっと知らないけれども知るとどん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 読んでいきますね。だからちょっとしたきっかけで本を読むようになる。その代わりその子が必要としてる時に必要な本を出すっていうことが大事ですと思います。それはあのもしかしたら家庭でも同じことが言えるってことですよね。子どもたちが興味を持ったものをまず見つけてあげる、で興味を持ったらそれについて例えば親御さんたちも一緒になってその本を見て学んで探そうとしてあげるっていう、その子が必要とした時に必要なものが出せるかどうか、こちらに。それってあのつまり普段からやっぱりこちら側も少しこう知識とか準備とか少しあといろんなものを知っておくっていう必要ももちろんありますね。ありますね。それとやっぱりその子を見ているかどうか、親御さんたちは、はい、周りの方、子供たちはその時その時を生きてますので、その子をきちんと見てるかどうか、うん、うちにもたくさん来てくださる、ね、お子さんいますけど、よくお話しするのが大好きです、ね、あのお子さんたちの中でもその例えば積極的な子もいれば、あの積極的ではなかなかない子もいますよね。そういう子たちに例えばこう何か声をかける時の注意点とかアドバイスとかってありますか？いや、あの積極的ではないけど、例えば図書館に来て何かを探してるとか見てると声かけると、こうお話いろんなお話をする中でヒントが見つかりますので、例えばこんな本どうとかね、一緒に辞典を引いてみたりとかしながらおすすめしますね。その代わり私も宿題もらいます。僕こんな本読んだけどどう、お子さんの反応を見ながら、そういうお子さんにはじゃあこの本よりもこの本がいいかっていうのを図書館長さん自身も学ぶこともあるという、もう教えてもらってるって感じですね。そうですね、お互いに子どもから学びながら共に楽しみながら本を読んでいただけるような環境が作れると。じゃあユーストリームをご覧の皆さんにぜひあの本を読んでくださいという、そういう、まあ、一言をいただけたらと思うんですが、あのぜひあのこういうあったかい本を読んでください。でこれあの
図書館というのは本当にどなたでも受け入れますけれども、あの職員だけじゃなくって図書館を利用する人の意識で楽しい場所になったりいろんな場所になりますので、ぜひこの本を読んで、あの近くの図書館にお出かけになれば、また図書館の新しいところが発見できるんじゃないかなと思いますので、ぜひお出かけください。あの図書館長さんにも声かけてもいいんですか？はい、あ、よかった、あの声かけてくださる。お子さんたちも喜んで声かけてくださいますね、はい、裾を引っ張って、あ、山本さんって言って言ってください、ね、山本さんって呼んでいただいて、ぜひ図書館の方にお越しくださいね。さあ、山本さんには今日は図書館ライオンをご紹介いただきました。ありがとうございました、はい。さあ、西尾から発信しています本の街西尾、この後午後2時からまた再び第2部をお届けしていきます。あのこんな感じでやっていますので、ぜひ皆さんね、楽しみに待っていてください。ありがとうございました。ありがとうございました。